SNS とか見るとですね、食料自給率は別に上げなくていいじゃんという声が、ね、あるんですよ。食料自給率を上げろっていうのはバカだって言うんですよ。これなんでかっていうと、日本が高齢化して農家もその大変になってきてると、作れなくなってきてると、そしたら外国から買えばいいじゃないと、なんで無理にその日本で作らなきゃいけないのかっていう声が、なんかインターネットの中でですね、それもあの文化人が言い出してるんですよね。そういうこと、米をですね、その外国から買えばいいじゃんって言うんですけど、日本の米ってジャポニカ米ですよね。世界で食べられてる米ってインディカ米なんですよ。上流米っていうのも多いですよね。上流米ですよね。もし外国から買ってくればいいじゃんっていう話になるとですね、じゃあ日本のジャポニカ米をどんどんなくして、じゃあ日本人もインディカ米を食べましょうねっていう話になってきます、米は米でも全然違う米なんですよね。それはもう一切合切無視してですね、まあ、日本で作れなかったら外国から持ってくればいいっていう話をしててですね、短絡的な話をしていいのかっていう、これ突き詰めて言えば、もうこういうことをずっとやってると、それこそ食料自給率をどんどん下げたまま外国から買うような話でずっと進めていくと、要するに日本の文化ってここでも消えていく可能性がありますよね。農家が儲からないといけない。菅さんなんかはそのためにどうしたかというと、輸出で儲けるっていう話ですよね。だからその輸出で儲けることになると、今度グローバル企業に取り込まれていくわけですね。これはあの穀物メジャーたちが待ち構えてるわけですよ。そうです、はい、買い付けとかですね、流通とか、あと保管とか、そういったものを全部取り仕切って、どこに流通するとか、どこに流通させないとか、資本主義の論理でそれを決めていきますよと、これってその彼らが決めたことでその国の命運が決まってしまう、ここには出さないと言われたらもう大変なことになります。これあの要するに武器としての食料という使い方なんですよね。これあのヘンリー・キッシンジャーが言ったんですけども、食料も武器になりますよっていう、ね、そういうものなんですよ、はい、穀物メジャーと言われている5大穀物メジャーがあって、アメリカで言えば ADM、オランダで言えばブンゲ、あともう一つアメリカでカーギル、あとルイ・ドレフィス、ね、これフランスですね、あとグレンコはスイスとか、まあ、こういった5大メジャーがあるんですけども、グローバルで見ると彼らがもう食料を握ってるわけですね。巨大な穀物倉庫とか彼らが持ってたりするんですけども、これ今その一番莫大な食料を保管しているのがアメリカなんですけども、このサイロって言うんですけど、このサイロはですね、彼らが全部握ってるわけですよ。だから日本がグローバルに出ていくと、もう結局彼らに取り込まれてしまう、そして彼らの論理で農業が進められてしまう。それに下請けだよね、結局ね、そこの、日本がその何か決めようと思っても、もう決められなくなってしまう、で今もう実際そういうふうになってきてて、じゃあどうするのかっていうと、逆に日本がそういうその流通とかですね、穀物メジャーの一角に日本が入っていけばいいわけですね。逆にそれで頑張ったのがですね、そのマルベニーだったんですよ、でマルベニーはガビロンという会社をこの買収して、そこに乗り込んだんですけども、結局失敗して去年売却しました。で結局日本は穀物メジャーの中に入れなかったっていう現状があって、グローバルから見ると日本の農業というのはそういったその5大メジャーに支配される、潰されるような、そういう運になってるんですよ ね、 これね、だから政府が保護しなきゃいけない、それができてない、それをやってない日本が悪いんだけど、ただあの先の個別所得保障だけど、浦安市でも独自にできるんだ、実際にね、今年米価が1万円切った時に、あの新潟県の胎内市とか所得保障した市がね、そういうところがいくつか出てきた。で私の米粉パン胎内市制です、新潟県の、はい、あそこよく頑張ってくれて、宮崎県の綾町は条例でもって学校給食を町の責務として有機食材にする、学校の責務として第6次には有機食材にするという条例初めて作りました。今年の3月、宮崎県の綾町、浦安でも作りませんか。いいですね、それはね、一気に進みますよ各市町村ね。